おはじゃいえこ、ヤモリコータです。今回はミカドヤモリの中で最もマイナーなサラシのミカドヤモリの飼い方について語っていこうと思います。それではレッツレンゲ。まず飼育するのに必要なのはケージです。まあこれがないと話になりませんね。僕は2匹のサラシのミカドヤモリをこんなケージで飼ってます。まあ右にいるのがカカオくんで、使ってるケージはグラテラ3045です。で、左にいるのはガーナちゃん、使ってるケージはガラスケージ S です。両者見比べてみると若干違いはありますが、まあ高さメインのケージです。まあなぜこのケージで飼ってるのかって言いますと、まあ最初はフラケとか衣装ケース、まあ、穴を開けた衣装ケースとかで飼ってたんですけど、横から、まあ、餌やりすることができないからです。まあこのケージだと、まあこんな感じで、正面の扉開けて、こうやって、もしくはこんな感じで餌やりできます。まあ何より見栄えがいいことですね。はい。まあこのケージにすることで、まあこの子たちの、まあ、動きとかがよく見えるのもいいところですね。デメリットとしては重いのと値段が高いことです。ケージの中はこんな感じです。まあ、床材がハスクチップ、でここに置いてあるのが、まあ、コルクボードですね。まあ、なんというか、あ、違った、コルク樹皮です。まあ、木の皮の厚いやつですね。はい。まあ隠れ家にもなります。まあ樹状性のヤモリなので必要です。カカオくんに関してはハスクチップとコルク樹皮の他に、まあ、このプールスティックというものを固定しています。まあこれはですね、まあコルク樹皮が斜めってるので、まあこの上にいることで、まあこの上で休むのにちょうどいいかなと思って思ったからです。サラシのミカドヤモリに与えている餌はコオロギ、パンゲア、レオパブレンドフードです。おや、2匹とも食べたがってますね。まあ、うちの子たちは、まあ、こんな感じで餌があると分かると、まあ、こんな風に目で追ってきます。はい、この子、おお、近づいてきた。早速与えます。まあコオロギだと反応してる。ちょっと待って。ああ。わあ。
どの生き物にも言えることですが、ヤモリを飼う上でも温度管理は重要です。温度管理を怠ると、それだけで死んでしまうからです。暑い場合は脱水症状、寒い場合はだんだんと体力が落ちていく感じです。まあ今夏なので、僕は冷房をつけっぱなしで管理しています。まあ設定温度はまあ大体まあ28度とか29度です。まあさらしのに限らずですが、まあ、ミカドヤモリの仲間はニューカレドニアという比較的涼しい環境に生息しています。冷房をつけっぱなしじゃないと厳しいと思います。はい、まあ最後に、まあ、紫外線ライトが必要なのかどうかで言いますと、まあ全くいらないわけではないというのが、まあ個人的な答えですね。それではご視聴ありがとうございます。魔物ミカドヤモリ、うわダメだ。